企業名と事業内容を教えてください。はい、私たちは、農研機構といいまして、国が作った、農業関係の研究機関一堂に集めたところになります。その中で私たちは、鳥獣害対策に関する研究開発を行っているグループになります。ありがとうございます。コンサミットに出展された目的を教えてください。はい、我々は、広報活動にも力を入れておりまして、私たちが、研究開発してきたことを、このような場をお借りして広報して、生産者の皆様や、県民の人たちに役立ててもらうことを目的として発表しています。ありがとうございます。今回の出展内容を教えてください。はい、まず一つ、全部で4つあるんですが、1つは加茂島によるレンコン食害の実態ということで、泥の中に埋まったレンコンを一体誰が食べてるんだっていうのを昔から問題になってたんですが、それが、実際にレンコンを泥の中に設置して自動撮影カメラで撮影することによってマガモとオオバンが食べているということが分かりました。で、他の種類もたくさん写ってたんですが、そういった種類は、泥の中に埋まってる、レンコンを食べることはなかったので、とりあえずこの2種類、少なくともこの2種類は食べているなということが分かりました。で、このように泥の中に埋まっているレンコンを、トンボが食べているというのは一応日本で初めての、明らかになったことになります。で、2番目、鳥獣害痕跡図鑑ということで、鳥獣害が残した痕跡、このようなみかんとかブドウのような食べた後ですね、そういったものからどの鳥獣が、被害を及ぼしているかということを分かるような図鑑をウェブで作って公開してますので、ぜひご利用くださいというものが2つ目です。で、3つ目、テグスを使ったカラス対策ということで、こちらテグスを使った鳥害対策というのが、あちこちでやられているんですが、その中でカラス、に注目しまして、カラスを使った果樹へのテグス対策ということで、上面も1メートル間隔で、テグスを張って、側面は25センチ間隔でテグスを張ることによってカラスの侵入を防ぎます。で、ちなみに、他の鳥類ですね、カモ、先ほど出たカモとかヒヨドリとかハトといったものでは、このようなテグスの対策が効きませんので、テグスを張って守ろうという場合にはカラスだけと思ってください。で、最後、豚熱の経口ワクチンの散布ピースということで、最近、近年豚熱が非常に問題になっておりますが、それをの経口ワクチンをイノシシにいかに効率よく食べさせるかといった研究例になります。いろいろ野外で実験してきまして、イノシシに以外にも他の動物が食べてしまうということが分かってきましたので、ここに書いてありますように、そこに存在している動物を把握した上でイノシシが最も食べる方法を選ぶことが重要だということが分かりました。以上です。ありがとうございます。最後に、ご覧になられている鳥獣被害対策にかかる関係者の皆様へ一言お願いいたします。はい、我々は、皆様の、お役に立てるような、鳥獣害対策の開発を研究を行っております。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。